今、二俣川近鉄ルームの目の前です。はい。神奈川県警察運転免許センターって分かりますかね。これの目の前に二俣川献血ルーム、今年の5月にできた新しいルームです。ちなみに前私が献血したのはこれ の右側と、今車が通ってますね、あちらの右側、今は更地になってますけど、更地になってる、あそこで、献血しました。じゃあ献血者が全て帰りましたんで、ちょっと待合室、あそこに見えるのは月ですね。月が見えますね。月が見えます。はい。二俣川献血ルーム、よし、目の前が神奈川県警察運転免許センターです。よいしょ。さすがに外から来ると、はい、一段となんか木の香りが、あ、そうですか木の香りがしますね。よかったです、ね、まだまだ半年なので、今年の5月の6日ですよね、はい、私平成15年の6月に、はい、前のルームですね、はい、あちらで水分献血、はい、ありがとうございます。やりました。でも記憶はもうほとんどないんですが、はい、ただベッドがなんか丸くなってる、そうですね、そうそうです、のような記憶があったんですよね。そうです、そうです。建物がこう円形になってたので、そうですね、それをこう取り巻くような感じで、ね、そうそうそう、その記憶だけは残ってるんですよね、はい、そうですね、はい、はい、こちらが、まあ、休憩するところと、はい、こちらが受付ですね、はい、受付、はい、はい、はい、こちらに雑種類、はい、うん、あとこのロッカーは、鍵をかけたら鍵が外れるっていう、鍵をかけると鍵が外れる、あ、鍵をかけたら鍵が自然と外れる、あ、そうなんですか。鍵かからないと鍵は外れる、はこれリーフと一緒ですね。この数字は同じですね。石屋さん一緒なので、あ、はい、同じです。これは分かりやすくていいですね。あ、そうですか、ありがとうございます。ね、これはね、はい、ちょっと思ったよりちっちゃかったのでね。こういうロッカーは他の献血ルームでは見ませんね、こういう、そうなんですか、うん、こういう大きな数字が入ってるのは、あ、で、はい、こういう木のロッカーっていうのも少ないんじゃないか、だいたいステンレスとか、ステンレスね、うん、で、暗証番号、はい、あれが増えましたね、4桁の暗証番号でロックするのが、うん、そうですね、暗証番号で、ね、でもこれもやっぱり、はい、レトロでいいんじゃないですか、こういう、うん、ね、ありがとうございます。いいえ、限りよく、こちらはネットにつながってるんですか。はい、ちょっと 今電源落ちちゃったんですけど、あ、そうですか、はい、骨髄のビデオが回って、ああ、そうですか、わ、はい、かりました。あ、これランプいい感じですね。一応ね、消してみますか、ライトアップしてみますか。じゃあちょっと消してください。じゃあ全体を、はい、全体を落として、おお、これいいですね、はい、これは、はい、これはいいんじゃないですか、これはこれはいい感じだな。いいですか。ちょっと待ってください。はい、どうぞ。あ、こちらもあれですね、こちらもランプでね、いや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 、これはこれは、はい、じゃあつけてください。いいですか、ええ、こんな感じですね。
あ、はい、これはいいな。結構あの学生さんが隣に高校があるので、あの高校生の方とか大学も隣にあるので、館内が、よく学生さん来るときここ SNS でここだけ写真撮られる方もいらっしゃいますね。ははははこのランプのところね。そう、ランプのおかげ、うん、ははかわいく写ってます。これは他のルームではないな、こういうランプは。そうですか。ええ、いやもう今あの日本全国回って、はいはい、もう、あと少しでも制覇されるんですか。一応制覇なんですけど、はい、こういうランプのあったルームっていうのはあまりなかったような気がしますね。これもあとでちょっと静止画で、はい、これはかなり印象に残りますね。ますか、ランプのある献血ルーム、これは素晴らしいんじゃない、このアイデア。ありがとうございます、ね、このアイデアはこのレトロな明かり、これは LED ですか。そうです、あの熱くないです。あ、熱くないです、大丈夫です。あ、座って大丈夫ですか。大丈夫です。あ、本当だ、熱くないです、大丈夫。熱くない、はい。でうちの方はあのリーフもそうだと思うんですけど、一応うちの方はコンセントと USB の差し口で、それであの充電をしていただくという形で。ああ、なるほど。これでね、はい、スマホの充電ができるんですね、はいはい、なるほどね。一応若者の目的として、若年層対策として、はい、あの車の免許とかバイクの免許の方とかね、そういう方たちがこう休んでいただけるようなコンセプトも含めてますので、はいはい、あの充電もできますよ。あ、なるほど。あとちょっとおしゃれですよ、これね。おしゃれですね、はい、このランプはね、はい、ちなみに遠くから来るっていう方は おられませんかね。今のところわからないですね、特にないですね。やっぱり免許更新が主ですね。免許更新取得と免許更新。例えば北海道から来るとか。いや、それは今のところ見受けてないですね。あまりない、はい、そうですか。これから増えるといいですね。これからね、これからこのランプをね、はい、ランプを消した状態で喜ぶんじゃないんですか、はい、あの研究者はまだそういう経験ないんじゃないですか。あ、そうですね、あのだから、はい、あのどっかのあのあのラベルじゃなくてあの表示して、はい、何時から何時まではあの照明を消灯しますと、うん、あのランプの、おかげで、はい、お楽しみくださいとか何とかね、そういうのをね表示して、はい、これ結構喜ぶんじゃないか。ランプのおかげでもこれ本読めますかね。ちょっともう一回消していただけますかね。ランプのおかげで本が読めるか。はい。はい。これで本読めるかな。読めなくもないけど、これ結構喜ぶんじゃないかな。まあ、明るいといえば明るいですけど。何時から何時までは照明をその落としますと。まあ、これ結構ねいけるような気がしますね。で自動販売機のね、いや、はい、そうね、はい、自動販売機のあの、はい、ランプのあれといい、はい、あれはサニーって言うんですか。はい、あの丘の上っていうことで、あ、はい、あの二股がここ高台なので、あの名称サニーっていうことで。あ、これ高台なんですか。はい、あの結構上の方なので。あ、そうですか。坂上がってこられました、今日駅から来ました、あの近道の方の、うん、はい。で結構坂結構上りますよね。結構上りますね、なのでここはあのその日がもうすごい暑いんですね、夏は、うんうんうん、はい、なのであのそれでサニーっていう形と名前が。なるほどね、名称ですね。そうですか。あとはあのそこの献血ルームうちの方があの黒板アートなんですけど、こちらですか。はい、こちらがあのうちの方であの最後献血のカードを渡したときに、ええ、そこの一線かけていただきながら献血のルームのご案内をするように、はいはい、あの各ルームのものを貼っています。あ、案内ですね。神奈川県のね、はい、8ルーム献血ルームのご案内ですね。あ、8ルームですね。真ん中が今二股が献血ルームの、で、お住まいが
放課後的に行こうだとここに献血するのがありますので、ということで、あとは献血バスは神奈川献血で検索すると出ますよということで、あ、そうですか、はい、PR ですね、PR しています。二俣川献血の先ほどお話したように本当に免許の取得と更新なので、うん、次回の献血につなげるためにはこういう黒板の献血ルームのご案内とか、今はウェブ会員になってますか？いやいや、ラブラッドっていうのがありまして、そのメールの会員さんになっていただいて、そこでまた継続的にご協力いただけるように、はい、うちの方で案内はするようにしています。1回きりでここで終わるわけではなくて、はい、次回に続けられるようにということで、こちらの黒板の方を案内しながら、次回献血バス、うん、もしくはこういう献血ルームがあるので次回来てくださいということでご案内をしています。意外と知らないんですよね、こういうところにこういう献血ルームがあるっていうのね。そうなんですね、だから写真がついているので、なんかこう綺麗ですねっていうことで、ちょっと一言こちらから声をかけて、この辺の駅の周辺に献血ルームがあってということでご案内しています。そう、それはいいことですよね、はい、横浜駅に3つありますね。3つあるんですよね。そうなんです、横浜駅にね、はい、ね、そうですか、はい、なるほどね。しかしこのランプの宿じゃないけど、これがいい感じですね、このね、ありがとうございます。これがいい感じだな。温かみを感じますね。そうそうそう、はい、これは入りますね。ありがとうございます。はい、いいえ。じゃあ他に PR はもう大体おおむねいいですかね、こんな感じでね。あとは免許取得の研究者の方が、基本的に多いので、はい、今県内の教習所に、教習所卒業の時に献血の卒業のチラシ、献血の案内のチラシを配りしてるんですね、はい、そのチラシを持って免許取得の時に、献血ここに来ていただくとプレゼントを用意しているっていうチラシをご案内しています。あ、そうですか。教習所キャンペーンっていうのを行っています。教習所キャンペーンで、はい、あ、なるほど。要は献血離れをなくすために車の免許って10代20代の方が取られると思うので、そこでまず第一段階としてここで1回献血を来ていただくための誘導として、各県内の教習所に献血のチラシをお配りして、そのチラシを持ってきて献血をしようということで、なるほど、はい、ご案内しています。なかなかうまく浸透してませんけど。あ、そうですか、はい、教習所の段階からもうすでにね。そう、あまり行ってない、うまくいってない、うまくいってないっていうか、皆さんチラシを見て聞くと持ってるんですけど、なかなかそこからチラシを持たせていただくところがきっかけなんですよね。きっかけがでも先生方も結構声かけていただいてるので、教習所によってはすごい協力的な教習所さんがあって。なるほど、はい、そうですか。いや、まあ、若者の献血まだねがね、はい、結構、激しいっていうんで、はい、私としてはぜひとも延長をお願いしたいなと。そうですね、私もあと1年ちょいでもうちょっとねリタイアせんとダメなんですよね。年齢がねやりになりましたよね。そう、まあ、60、70の1日前までできると、うん、そうですね、はい、あれ平成11年なんですよね、はい、引き上げ、うん、もう19年経ってんで、あ、おいそろそろ、そうですね、よくそれは皆さんからよく聞かれます。やっぱりいます、はい、います、います。やっぱりここも後期高齢者の免許講師の方多いので、もうちょっと伸びないのって言われることもあります。ああ、やっぱりね、はい、そういう声を上げないとダメなんじゃないかな。だから健康ならね、年寄りでも関係ないっていう先生もね、おりますし、実際に75までできればね、はい、ちょっと老人パワーをの活動して、うん、あちらこちらの献血ルームで行ってるんですけどね。あ、そうですね。ねえ、なるといいですね。ねえ、はい、残念ですね。69、はい、70の1日前で献血できないのはね。はい、じゃあもうこんな感じでいいですかね。はい、じゃあ止めますね。はい、はい、止めます。あ、どうも今日はありがとうございました。